っと残してみようか。ああ、これ自身。これで終わり。終わりです。はい、ちょっと3メーター撮ってみましょう。持てるかどうかだけだね。3メーター。3だとちょうどここでウィンチで、うん、こっちじゃないと無理ですね。もうちょい、これが限界。どう？ウィンチの手を出しちゃった。火が止まる。ここで巻いてやれたら。あ、そうだね。そこで巻いて。あった方がいいっすよ。うん。ちょっと、ちょっと別だったよ。固定がかいや、もう固定だけでいいと思いますよ、とりあえず。あれ、これが引っかかっちゃってるのか。マンデさん、アメリカの水道管工事の人みたいにお尻出ちゃってます。あ、ありますか。そうですね。ここじゃ回んない。こうか。回ってる？回るけどこれ回ってんのか。これやってやって、ずっとやってる。あ、負けてる。こっちも怪しく感じてきたけど、これ大丈夫か。でも先の方どうせ使えないところいっぱいなんで、使えるところから。まあでも何かしらに使えるかもしれないですね。冷静に考えたらあんな太いのいらなかったよね。あの太いのは割ったりして4分割くらいにしても使えるんじゃないですか、柱として。そのくらい立派な。乾かしたらなるけど、あそこだと下ついちゃってるからまたボロボロになっちゃうのかな。そんな長く放置しなければ大丈夫ですかね。ずっと晴れててくれれば。もう大丈夫。でもこれもまた猫山猫さん、どうぞ。なんとですね、猫山猫さんから荷物が届きました。ありがとうございます。食材って書いてあったからね。もう知ってんだ。あ、すごい。え、お餅。お餅。わ、しかも手作りのお餅。あ、本当だ。ほら、お雑煮に。ほら、正月何にもないもんね。そうそうそう。餅食えるぞ。人参と。あ、春菊だ。あ、違う、水菜。うどん。締めのうどん。うん、あ、これすき焼きのタレ。これもお餅でしょ。あ、餅だ。お餅だ。いや、これ欲しい。欲しい芋だらけだ。やった、年末年始欲しい芋だ。もう
もう正月から作業って考えて餅食えるよ。いやー、正月だ、うん、あね、白菜ですかね。白菜よかった。すき焼きいただきます。もうありがとうございます。ありがとうございます。ボディどこ行ったお前。大丈夫、足大丈夫、大丈夫、本当に、はい、ちょっと誰か。あ、抜けた。すっげー切れるね、メルキさん。切れますね。ダメ。これでも、ここでも使えますもんね。ちょっと3メーターサイズで切るか。ちょうど3メートルあるので。あ、3メートルいけます。ここで先結構綺麗に切れてますね。そうちょっとやりづらいかもしれないですけど、まあでも。ギョウさん頑張ってくれます。落としますよ。どこですか。いや、もうこれ切った方が多分こっち綺麗にするなら楽でしょう。はいはいはい。その木はどうします。倒しちゃう。倒しちゃいます。ギリギリなんかの支えになってくれるかもしれないから、じゃあこっち処理してからなんか考えますか。あれ、そうそう、そっちだっけ。上に持ってきました。ち
そこか、うん、どうします、どこで邪魔じゃないですか。あ、いい、万が一こっちに倒れたら分かりました。これぐらい幅取ってやれば少しこう挟まっちゃった時分かるでしょう、多分、うん、狭まった時に、そう、狭まった時簡単に挟まんないようになるかなと思うから、少し広く、切り口広くやっていこうか。分かりました。テクニックが必要だ。ボーイみたいな感じ。うちらやったらこう帰ってこもってなるんですよ。誰かしら当たりそう。疲れません？大丈夫。マンデさん、丸太が似合いますね。みんなの手を引行けんじゃないですか、もう、ね、ちょっと動かしてみます。みんなこっち側で。よいしょ、もうちょっとこれがちょっとどうなってます、これが今変な風に入っちゃってるのか。もう抜けるっすか、こっちから。あ、こっちの下に挟まってんのか。お、なんかすごい動いてる、足元が。確かにこれはちょっと危ないかな。もうちょっと持ちやすいくらいまで切っときます。ハンドチェーンソー持ってきたい。ハンドチェーンソーそこにありますね。持ってきますか。手で。痛い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 
すげえ足引っかかりました。頑張ってかけレール作ります。今からマジでわーっつって下まで行っちゃうかもしれない。剣ロープありながら作ってしかないかな。これぐらいあれば平気。うん、多分あれじゃない。これ枝をかける。腰だから合わせる。12時あれば平気かな。うん、このくらいでいいっすよね。ああ、やっちゃった。大丈夫、気をつけて。はいはい。そうです。これでまた閉めて、はいはい、戻らないように。了解です。すごいな。普通に引っ張る力の3倍で引っ張る。腰痛いから、腰痛い。どっちも腰痛くなりそうですけど。大丈夫です、大丈夫です。すいません、最後の一頑張りを。もう少し時間になっちゃったら。せーの。うおー。せーの。うおー。だいぶでも動いた。だいぶ動いたな。すごいな。やばいって言いながら笑顔でした。ここだったらスペースあるし、ゆっくり自転入力。あ、うまい。やってみますか。
対無理だ。いきますよ、せーの。あー、下がった。これ、これ支えられない、支えられない。危ない、受けちゃった。もうちょっと、もうちょっと、もうちょい。せーの。よいしょー。気をつけた、足、足。ここまで上がれば。よし、これで、これで馬にして立てますか。せーの。わ、立つぞ。やった、あ、できた。見とくだけだ。やっとこれが上がった。あと、ダメだ、知らないですよ。あと1本あるんですけど、あれ、みんなでもう発言じゃない。あの、ちっちゃさだったら。ノリーズ、あと誰かちょっと入るか。食べますか。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。多分1ヶ月以上分の労働が2日3日でおかげさまで終わりました。またちょっとこういう機会がありましたら、手伝ってください。ご参加いただいて助かります。特に3人も近いので。どうなってるんで、住所も知ってるし。いただきましょう。いただきます。いただきます。マイク。あんまり食感がない。ああ、これか。なんか遊園地とかで取れる。給食の味がする。難しい。色つけない。つける。つけない。いくよ。じゃん。そんな髪あるか。ユーザーです。
何出したの最後いきます。じゃん何を出したの最後に。首でちょっとまた面白くなっちゃう。難しい難しい。逆に難しいよ。ちょっと待って、こっち向いて。もうその笑ってる。ああ、いいね。やってん。ちょっとね、ちょっとマンデーさんじゃなかったのさっきの。そう。メガネの、メガネの位置がずれたの。今日のメンバーリストを紹介します。まずはギヨンさんでーすメリクさんでーすマーデーさんでーす以上の3人が遊びに来てくれました。そして手伝いに来てくれました。ありがとうございましたひどい似てるでしょ。良いお年を。飛んでるなぁ。音声チェックとかもしてるから、うん、オープニングの音流れてるけど。あ、いいんじゃない。こちらは猫山猫さんにいただいたお肉です。何牛だっけそれ。黒毛和牛。わかんない。名前変わった。あっただろう、ね。うん、うわ、すんごい量あるよこれ。どうする。うわ、なんだっけ、ちゃんと覚えとかないと。自分が開けてビニール捨てちゃったくせに。違うよ。うわ、美しいに欲しい。美声、美声のお肉です。すごいです。猫山猫さん、ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。